毎日にカレーを。チーズがいい仕事すったよ、これさ。いらっしゃいませ。始まりました、新お店巡り。いやー、しおみさん、はい、今日は金曜日です。金曜日ですね、はい、はい、え、金曜日が何か。金曜日といったら、はい、カレー曜日でしょうが。カレーね。そうそうです、そうです、そうそう、カレーですね、はい。の検索データによりますと、2020年から2022年までの3年間のカレーの検索頻度は金曜日が1位、うん、ほう。月曜日から 88.6、 火曜日 90.5、うん、水曜日 92.2、うん、木曜日 93.2、うん、金曜日を追うごとに数が、検索の数増えていってます。そんなデータ取ってくんだよ。俺は、はい、カレーが食べたいんだよ。しかもね、はい、国内最大手のカレーが食べたいんです、はい、そうですよね、はい、そんな国内最大手のカレーのお店といえばこちらです。カレーハウスココ一番屋佐山支え店オーナーの岡下さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずココイチって言ったら、はい、知らない人はいないぐらい有名なお店だと思うんですけど、はい、岡下さんはいつからオーナーをやられていらっしゃるんですか。はい、こちらのお店で独立させていただいたのが、うん、2007年、はい、17年ぐらい、長いですね。でこちらのお店が開いたのが2004年で、はいはいはい、今年の12月で20年。おめでとうございます。長いですね。ありがとうございます。もともとなんか些細になんか縁とかってあったんですか。はい、候補地が他にもありまして、うんうん、で、やはり自分でどのお店で独立しようかなっていう時に、うん、何店とか回りまして、うん、で、よし、ここでよく選んでいただきました、ね、はい、佐山にココイチ、嬉しいですね、はいはい、そんなココイチの魅力といったらどういったところでしょうか。マイカレーが作れる。マイカレー、自分の好きなカレーですよね、はいはい、トッピングが数十種類、うん、ご飯の量も下は150から上は無制限まで。無制限、石田さんに分かる、この魅力。分かる。まあ、あのね、自由なんですね。あのね、100g 違っても違うわけよ、はい、今日の俺はここだなっていうのを叶えてくれるお店なわけ。あ、なるほど。もちろん量だけじゃなくて、はい、辛さもですよね。そうですね、甘口から上は今は20辛まで。20辛になると、はい、熱いです。熱いも辛いじゃない。ない今日辛さで満たされたいってない？あります、あります。あるの？それはあります。それはあります。辛いものも好きなので、もちろん。そう言った時にいろいろ選べて、はい、なんつっても私ココイチさんに、なんだろう、もう長年の友なんですけど、はい、カレーに、もうごめんなさいね、もうトッピング言っちゃいますけど、はい、カレーにチーズが合うっていうのは、はい、ココイチさんに教わりました。なるほど。ありがとうございます。だってさ、今までないわけよ。カレーって言ったら福神漬け、あ、うちの親父よくソースかけてたんですけど、うんうんはい、カレーにチーズって発想もなかったの。確かに。でも初めて来た時に色トッピング見るわけじゃん、はいはい、チーズと思って、まあ、確かにピザじゃねえぞと。ちょっと早いいいですか、ちょっとまた喋りたいんですけど、話しちゃっていいですかね。本当にカレーにチーズっていうのも当初からあるメニューなんですかね。私が入社した時にはもうすでにチーズがありました、トッピングで。開発した人に俺、はい、お礼が言いたい。よくぞ、そう、よくぞカレーにチーズを入れようと思ったと、はい、うん、私の中
では、やっぱ辛さをこう自由に選べる、辛さを選べるっていうのがすごいいいなって思ったのが、やっぱ家でカレー作るってなると、お父さん結構辛いの好きでも、子供が食べれないとかで、結局甘口になるねとか、みんなそれぞれ好きな辛さっていうのが違うと思うので、やっぱココイチでもうオリジナルカレーを皆さん食べられるのがすごくいいなと。その通りでございます。自分で、好きなトッピング、量で召し上がっていっていただけたらと思います、はい、私からのおすすめメニューもございますので、おすすめ楽しみですね。楽しみにしていてください、はい、早速なんですけど、はい、ちょっとあの私注文しちゃってもよろしいですか。はい、はい、もうメニュー私いらないです、はい、あ、見ない、はい、まずご飯の量は400、はい、辛さは3からで3ですね、はい、でベースがソーセージカレーで、ソーセージカレー、はい、で4本と2本と、まずそこは4本でいかせてください。4本です。それとチーズとチキン煮込みをちょい飛びで、ちょい飛び、チーズとチキン煮込みを、チーズの方は普通でよろしいですか。いや、そこは両方ちょい飛びで大丈夫です。両方ちょい飛びで、はい、ベース、うん、そうだ、今日はちょっとチーズもちょい飛びで OK です。はい、はい、通ったオーダーいや、なかなかさ、こういうチェーン店とかもないよ、ね、はい、ないですね。いや、でもね、超楽しみなんだよ。ワクワクしますね、トッピングの数選ぶの楽しみじゃん。楽しい、いろいろやってきて、はい、はい、お待たせいたしました。来ました。はい、ソーセージ2ハーフのチキン、ハーフのチーズ、400で3からです。ありがとうございます。わかる、この4本っていう、はい、この並び、はい、川の字プラス1川の字プラス1ソーセージって俺のこと言うんだよ、はい、美しいです。テカリいいですね。いいよね。またチーズ、チーズとチキン煮込み、完璧だよね、はい、完璧です。俺の贅沢バージョン、はい、こちらエビ煮込みにハーフのほうれん草 250g のカレーです。来ました、私のエビちゃん。ちょっと女子感出しちゃったりみたいな女子感じゃなくて、本当にエビとほうれん草も大好き。ほうれん草まだ合うからね。合いますよ。そう、でも大きさもね、はい、も量も全然違うけど、はい、いや、うまそうだね、こっちも。美味しそうですよね。早く食べたい。いや、うまそうでしょ、もうソーセージとチーズとさ、トロトロのうちに。いっちゃってください。いただきます。たまらんばい。いや、新しい表現きましたね。たまらんばい。まあね、間違いない、はい、いや、もうこの3からのピリがさ、はい、後からちょっと来るわけさ。3からぐらいだとちょうどいい感じで、はいはいはい、辛っていう感じもなくて、ではなく、チーズがいい仕事すんだよ、これさ。やっぱココイチさんに教わったんですもんね。そうなんだ、教えてくれた、ココイチ先輩が教えてくれたんだよ。うん、ね、美味しそう。このソーセージ、はい、これね、市販品買ってもこの味出ないから、はい、チーズが全然違うんだよ。家でこう焼いてのっけたの、そう全然違う。聞こえたか、聞こえた、カメラのみんな聞こえたかな。めっちゃいい音。プリッ、これをちょっとつけさせていただきますと、ほーらほーら、わかる、見ちゃったよ。言葉はいらんよ。言わねえ。いや、本当にあの、はい、ちょうどいい味、はい、あのしょっぱすぎず、はい、薄すぎずとか、ソーセージとしても完成してるんだけど、はい、これがカレーのベールをまとい、はい、チーズのベールをまとい、はい、それを口に入れた瞬間に完璧ってなるんです、はい、そうだ、もう全部合わさってですね。でもこれができるのもやっぱトッピングが自由だからこそですよね。そうですね、もう食事しに来てきたらやるかな。最高っす、ありがとうございます。もう一つもう一つあんねん、これ。あ、これさっき持ってきていただいたんですね。わかります、ザ・福神漬け。これがね、ココイチさん、はい、太っ腹なんですよ。あの、本来は半分は行く、でも今日お店巡りだからちょっとね、ちょっと上品に、はい、ちょっとこれがね、めちゃめちゃココイチのカレーに合うんだよ、はい、この福神漬けとはミックスした。あ、待て、今普通に教えたんだけど、もういいから、しょうがないねんか、しょうがない、食べて食べて、いきますよ、食べてください。いきますね、これね、もう本来今日ちょっと早めに食べたけど、普通はみんなね、半分済みたら食べてください、はい、あ、福神漬けをですか。味変ってやつです。あ、なるほど、途中までは
もその美味しさで行って、エビ大好き、エビとほうれん草のちょいとぴ、ちょいとぴ行っちゃいました。はい、いきます。うん、美味しいです。わかります。いい具合のスパイス、うん、スパイシーで、やっぱエビとかこうほうれん草とかトッピングと一緒に食べることによって、うん、柔らかくなるんですけど、はい、家でやろうと思うとちょっとひと手間なんですよね、ほうれん草とか。そうですね、ほうれん草は、うん、だからそれがこう、ね、気軽にポンって食べれるのはすごくありがたいです、はい、いいね。これベースのルーって一緒なんですか、この2つって。はい、ポークのベースで同じカレーソースを使って、こちらの方は辛くさせていただいております。なるほどね。でもさ、トッピングするさ、はい、内容によって全然風味変わるじゃん。変わりますね。それ不思議なとこだよね。でも知ってる？ソーセージ、はい。ソーセージもうまいでしょ？あ、はい、ありがとうございます。さっきさ、一応俺もさ、番組だからフォーク使ったんだけど、はい、これソーセージさ、なんでこれ切れ目入ってるか知ってる？あ、スプーンでいける？なんで知ってんの？今なんでかって言ったから予想。そうそうそう。スプーンで何分後にフッて切れちゃって、簡単にいけるじゃないですか。そうそうそう。まあ、それで食えるようになる。はい、おお。なるほどね、この副次。本番中にやってもらいたいです。お待たせいたしました、私のおすすめのメニューでございます。とんかつカレーラーメンでございます。やばいね、これも。カツデカ、何この黄金の輝き。輝きますね。とんかつデカ、はい、いや、カレーラーメンだと思ってなかったね。びっくりがすごい。あんまり聞かないしね。初めて食べる、ここのカレーラーメン。確かに、あんまり聞かないですね。マジうんまっ。はい、ご飯のカレールーとまた全然違いますね。そうですね。すんげえびっくりした。ココイチのカレーの味ってあるじゃん、はい、あれが来るのかなと思ったらいただいた、うん、ちゃんとラーメンの味になってる。おお。カツも、カツはね、はい、カツは、はい、いつもの美味しいカツ。おいしい。食べるかな。いいですか、本当に。いきます、うん、普通と違う。うわ、またサクサクですね。ね、いただきます。いただきます。うん、本当だ。さっきのカレーのルーとはさ違いますね。カレーのラーメンのルーっていうのは、はいはい、普通のカレーライスのものと同じなんですか？中太の麺に合わせて独自に開発された。なるほど、なるほど。これ簡単に、はい、例えばカレールーを、はい、となんかラーメンスープを混ぜてできましたじゃない、はい、じゃないです。ここ一番あんまりルール言えない。言えない。大変なことだよ、大変なことだよ、ここで言っちゃった、はい、いやでも本当に、はい、ココイチさんでカレーラーメンって私初めていただいたんですけど、はい、これって珍しいメニューとかなんですか？埼玉県内では今7店舗しか食べられません。レアだね。それが支えていただけるっていう。あ、嬉しいですね。でも確かに、はい、あ、これいいのかな、言っちゃって。カレーを食べに来た時に、はい、カレーライスをやっぱ食べたいって気持ちはあるじゃないですか、はいはいはい、これカレーラーメン食べた後に、はい、まさかライスなんてことはないですよね。いい、追い飯いかれます。あー、来ちゃった。あるんですね。やっぱそういう人いるんですね、うん、やっぱり2度楽しめるよね。さあ、岡下さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいえ、どんでもないです。じゃあ早速ですが、今日のサップお願いします。はい、ココの心を満たすココのカレー、組み合わせはあなた次第。やるんです。岡下さん、伝わりました？はい、もうとにかくここを入れたくて。ありがとうございます。はい、でも本当に組み合わせが無限大なので、うん、もう何度来ても毎日来ても飽きないカレーっていうのはやっぱ素晴らしかったですね、はい、調子いいね今日ね。なかなかいいサップでしたね。本当ですか。いやでも本当に美味しかったね。支え店来て食べてほしいと思います。はい、今日は本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日はありがとうございました。